人と会っている時も、一人の時も、基本的に変わりません。そんな人はいないと思います。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、マンション見てこう。さあ、こう。お！一人。一人ハートマーク。え、あの場所誰？なんかアスムに友達マークもあるけど、喧嘩かな。ユーサさん。はい、ユーサさん入るよ。どうもどうも。相手は誰ですか？ちょ、相手いない人にして。実は、カートのことが好きです。カットくん。しないのですが。カットくんっておらんかったっけ？レミちゃんと別れたよね。え、今相手おった？え、ちょっととりあえず告白しよう。とりあえず告白しよう。ロマンチック、可愛く、歌で。告白する場所は、どこがいいでしょうか？公園。その前に、着替えた方がいいですかね？いや、そのままで大丈夫やと思う。このままで。わかりました。では、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃいまし。来る？え、これは、まず来ない。その日、結局、めっちゃショックやん。ってことは相手おったってことかな、やっぱり。うわー、ショックすぎる。ちょっと待って。リベンジはリベンジ。もう一回。いや、もしかしたらね、相手が来るかもしれないけど。ほら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 、落ち込まずにさ、ほら、リベンジを。釣られちゃいました。あ、ダメなのか。マジか。つら。ちょっと待ってね。大好物とか何もないんか。ほら、ゼリーでも食べて、さっぱりした気分になろう。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。ちょっとだけでも癒されてくれれば。あ、泣いてる。泣いてるよ、辛い。あ、めっちゃ喧嘩してるな。何やってんだ。おー、喧嘩多くない？二組。とりあえず、二組。え、三組や。三組喧嘩しとる、マジで。やめてよ、そんなに。とりあえず、リアルタイムで喧嘩している二人を止めておこう。ちょ、休む。僕、珍しく怒ってます。ほらほら。抑えて、落ち着こう。とりあえず君はあれだよ。ポトフでも食べたら落ち着くからさ。ポトフ。よいしょ。あ、でもお腹いっぱい？いただきます。あ、食べるんかい。食べるんかい。はい、これでもう大丈夫でしょう。ちゃんと仲直りしといてね。ゆうまくんとかめちゃくちゃ子供じゃない？何争ってんだ。うまーい。うまーい。しかもお腹もめちゃくちゃ満たされた。超大好物だったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。行ってらっしゃいまし。向こうはね、全然ご機嫌にはなってないけど。さあ、どうすか。こっちはもう超ご機嫌やけんね。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。あ、よかった。よかった。片方だけかと思ったけど。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。仲直りできました。お礼にこれもあげます。はい、なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。人と会っている時も、一人の時も、基本的に変わりません。そんな人はいないと思います。ユニポンちゃんと早く戻れよ。どんだけだよ。
早く早く。もっと黒影さんも怒ったよね。じゃあみんな、もうちょっと楽しい気分になろう。翔太くん、入ります。遊びましょう。はい、遊びましょう。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか、3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問。これは何と何でしょう？アロマキャンドルと、なんだ？タコ？答えは、わからない。タコとアロマキャンドルでした。あー、よかった。そういう感じね。シルエットクイズ、第2問。第2問。これは何と何でしょう？両方皿だな。そしてすべて、料理。わからんわ、エビピラフと冷やし中華で。冷やし中華とエビピラフでした。おー、よかった。わかるわけなくね。シルエットクイズ、最終問題。最終問題。これは何と何でしょう？オレンジジュースとセロリ。答えは、これはわかる。オレンジジュースとセロリでした。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝、夜間をもらいました。ありがとう。毎日のちょっとしたことで十分幸せを感じられるんですよ。それ大事。ちょっとしたことで幸せ感じる。その心が大事だと思う、私は。ねえ、常に幸せでおれるもんね、それやったら。結構美味しかったようです。多分今もすごい幸せって思っとるはず。クレームシチュー美味しい。幸せ。いいね。キャンディーさん信頼している。これからも良き親友で会ってくださいます。さあ、とりあえず次黒影さん仲直りさせようか。はい、入ります。わし、珍しく怒ってます。ほらほら、落ち着いて落ち着いて。誰と喧嘩？まなりさんか。あと一人は誰と喧嘩したのやろ。仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。ほいほい。お腹結構満たされてるね。みんな何食べたの？バナナ。はい、どうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？お、すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。まなりさんはすぐに仮面をつけたがるけんな。よっぽど顔を隠したいのね。イケメンなのに。イケメンだからか。浮気防止じゃない？夜空さんが。この間はごめんなさい。さあ、どうだ。こちらこそごめんなさい。ふー、よかった。人と話すときはちょっと仮面を外した方がいいと思うよ。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。お、レベルが上がりそうじゃない？はい、レベルアップ。それじゃどうしよっかな。帽子変えよっか。ゴーグル付きニット帽。これでいこう。頭と同じ色や。帽子、ゴーグル付きニット帽をプレゼントしました。いつもありがとうございます。でも服とはいい感じに合ったんじゃない？冬やけど。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これにこれもあげます。めっちゃ物いっぱいもらう。実用品、ブランコをもらいました。ありがとう。たまに飛行機も見かけますが、どこから飛んでくるのでしょうか。飛行機は飛行場から飛んでくるのよ。ああいうのなんかさ、飛行機全然関係なくっても、飛行場までめっちゃ見に来る人らとかおるよね。なんかこう見送る、なんか見送る人がおるとかじゃなく、飛行機オタクみたいな。すごいなと思う。はい、しゅんくん入るよ。どうも。そっちの世界の天気はどうなんでしょう？曇りかな？わからん。昨日は雨やった気がするけど。新しい服が欲しいです。お、新しい服、サッカー小僧ではなくなるのね。ダメージジーンズ、短パン、ランニング、タキシード。ダメージジーンズかな？ピンクやけど。まあでも今も紫やけん派手か。どう？まあまあ気に入った。お、よかったよかった。
お礼にこれもあげます。ほい、なんでしょう。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。最近は暇さえあれば、もらったマラカスも、シャカシャカやってます。マジで楽しい？暇つぶしになる？なるかな？わからんけど。はい、きつねうどんでもどうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。ほい、そして、もう一組誰か。お、なださん。あれ、女の子じゃなかったっけ？喧嘩しとったの。あ、違ったかな？あ、どうも。どうもどうも。ノリと喧嘩しました。あ、よね、やっぱり。腹が立ちます。まあ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 、ほらほら、落ち着いて。仲直りしよう。このイライラを沈めてください。で、とりあえず、クレープでも食べて、落ち着こう。いただきます。クレープとか食べそうな感じせんけどね、奈良さん。あんまり美味しくなかった、マジで。ちょっと待って、のりちゃんやったよね、相手。のりちゃんは、この、あ、お呼び出しを。自分の家に帰ってるっぽいけど。はい、お帰り。どっちもお帰りや。1ヶ月も来てくれないなんて、ひどいです。ごめんね。ちょ、こっちにまで当たり散らさないで。チーズケーキでも食べて、とりあえず気を落ち着かせよう。どうすか？まあまあ美味しかったようです。まあまあじゃな。まあまあじゃな。オルゴールで。はい、ちょっと聞いてみてもいいですか？どうぞ。チーズケーキ食べて落ち着かないってどういうことよ。普通に美味しかったんやろ。落ち着かせろよ。穏やかな気持ちになりますね。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、仲直りできるかな。向こうちょっとね、美味しくないものを与えてしまったんだけど、大丈夫かしら。この間はごめんなさい。許しません。ああ、やっぱり機嫌悪かった。やっぱり機嫌悪かった。ごめんね。私がちょっと機嫌を損ねてきてしまった。せっかくのりちゃん穏やかな気分になったのに。ああ、落ち込んだ。両方穏やかな気分にさせてから、こう仲直りみたいな感じにできたらいいのにね。つら。まあ、そういうこともあるということで。そういうこともあるということで。じゃあ、一軒家の方見ていこっか。あ、こっちにも友達マークあるけど。喧嘩？喧嘩？どうなの？はっちゃんお呼び出しします。あゆなのそっくりさん、一週間ぶりですね。お久しぶりです。もう、ヨッシー。ええー、やめて、やめて。え、ヨッシーさんとハッちゃんって前にも一回、ピンチなかった？考え直そう。もう一度、話し合ってきます。それは、ぜひとも、話し合ってもらわないと。ああ、もしかしてあれ？旦那さんが今ちょっと夜な夜な遊び歩きよるとか、そういう格好しとるもん。え？ええー、マジで？マジで？ちょ、せっかく増えていった一軒家がまたしても一つなくなっ、どうしたの？何があったの？二人に。うまくいきませんでした。やっぱりダメでした。え？二人ってあれやったよね？お見合いやったよね？ダメだったの？妥協やったかな？紹介してくれた人の顔に泥を塗るわけにはいかないし、みたいな。これでよかったんですよね。それでよかったの？本当に？本当に？ちょっと待って。ミートソースパスタを食べたら元気になるかな。ミートソースパスタ食べよう、ちょっと。どこだ？こっちか。ミートソースパスタ。ん？どこですかね。ミートソース。あった。買いに行こう。いらっしゃいませ。
最初ありがとうございます。でもあんだけおつまみ出るけども、このミートソースパスタをあげると、いただきます。はい、どうぞ。はい、しんみりした雰囲気から一気に踊り出す。もうヨッシーさんのこととか何とも思ってないね何一つ思ってないね。はい、来たー。大好物だったようです。ミートソースパスタ一つで忘れられるヨッシーさん、すっかり立ち直りました。そうかい。ヨッシーさんの気持ちは、ヨッシーさんの、これにこれもあげます。はい、なんでしょう。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。旅にとって、あ、ほら、もう全くヨッシーさんのこと考えてないし、話もしない。したくなりますもうほら、旅人に目を向けてるから、きっとあれだわ。あの人イケメンだなって思いながら見るんやわ。はい、ちょっとみんなに募金を募っていきます。さあ、みんなどんどん入れてって。ヨミンちゃんめっちゃ可愛いよね。いつもなんか見るたびに思うんやけど。はい、そして、朝一。美味しいコンビニ弁当だよ。コンビニ弁当をコンビニじゃないとこで売るというのはどういうことだ？それはもはやコンビニ弁当ではないんじゃないか。屋台弁当なのではないか。はい、それじゃあミニュース見ていこう。お願いします。お、ルナさん誕生日？マジで？おめでたーい。おめでとう。ハッピーバースデー、おー、いいね、いいね。みんな大集合。ハッピーバースデー、ツーユー。あれ？ナダさん。ハッピーバースデー、ナダさんご機嫌じゃない。大丈夫？ハッピーバースデー、もうノリちゃんのこと許してあげてもいいんじゃないかな、ねえねえ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ふぅ。ふぅ。あ、のりちゃん出てきたし。この映像は見てないのか、あの会場の人たちは。はい。ありがとう。さあ、ということで、あれやな。新しい出会いとか、新しい恋とかあるかなと思ったけど、別れだったね。つら。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうなんか、はっちゃんとヨッシーさんにまたいい出会いがありますように。特にヨッシーさんかな。はっちゃんもう吹っ切ったから。